叩きたい、太鼓を叩きたいということもあると思いますので、発業式を始めさせていただきます。司会は私、前田が担当されていただきます。それではまずはじめに、氏子崇敬会会長並びに責任役員代表の、名古屋富夫会長から、ご挨拶をさせていただきます。どうも皆さんおはようございます。東京から大勢の方に準備をしていただき、おかげさまでこれで東京に行かれるのではなかろうかと感謝をいたします。ただいまは本殿にて宮司さんの祝詞のもと、平成27年度下連雀八幡大神社の儀滞りなく納めれることができます。これも一人に皆様方のご協力のおかげだと感謝をいたします。宮出しも定時に出られると思いますが、今日も大変暑いので、どうか一人一人が水分をこまめにとって、事故のないように一つよろしくお願いをいたします。実行委員長の方からご注意があろうかと思いますが、どうぞ楽しい八幡大神社の例大祭でありますように、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは時間もありませんので、ご来賓の方が大勢いらっしゃっていただいているのですが、まずお名前だけ、述べさせていただいて、清原恵子市長のみ、ご挨拶をいただこうと思います。それではまず三鷹市長の清原恵子市長、それから、衆議院議員の伊藤達也様をありがとうございました。どうもありがとうございます。それから、東京都議会議員の吉野俊明様、それから警視庁三鷹警察署長岡秀夫様、三鷹消防署署長水野久志様、ありがとうございます。それから JR 三鷹駅長大久保正文さんはいらっしゃいます。三鷹市議会議員の小俣美子さん、はい。三鷹市消防第六分団長神谷様、はい。それから三越大国王中の田中正則様。どうぞ一票よろしくお願いします。それでは清原市長によろしくお願いいたします。皆様おはようございます。三鷹市長の清原恵子です。本日多くのご来賓の皆様がいらっしゃいますが、代表して一言お祝いの言葉を述べさせていただきます。下連雀八幡大神社秋の例大祭の神輿渡御にあたりまして、何よりも氏子崇敬会会長の名古屋様はじめ責任役員の皆様、そして今日おみこし太鼓を渡御される皆様が安全に安心して全ての行事がつつがなく、終了しますようまず心からお祈りを申し上げます。このところ台風等による洪水被害、また昨日は5時49分に三鷹市でも震度4を計測する地震が発生いたしました。私たち市民にとりまして大切なのは地域の安全安心平和です。そのためにも今日八幡大神社の皆様によりますおみこし太鼓の渡御が地域の安全安心平和を願うとともに、皆様のご健康ご多幸を祈りつつ進んでいただきますことは大変に心強いことです。どうぞご参加の皆様、事故なきよう心を込めて地域の安全安心と平和のためにご活躍をしていただきますことを心から心からお願いいたしまして、渡御にあたりましての私からのお祝いとお願いの言葉といたします。どうぞ皆様つがなくお元気で一日をお過ごしください。おめでとうございます。どうもありがとうございました。それから、
お一人様、ちょっと名前を申し上げるのは失礼いたしまして、三鷹消防署下井宿市長所長の井上光雄様、どうも失礼しました。それではここからが非常に大事なことですのでよく聞いておいてください。祭礼実行委員長の、挨拶と並びに注意事項です。谷合二郎様よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本年度も実行委員長やらせてもらいます谷合と申します。ですね、今年新たに、メンバーが入れ替えたということでですね、各自、顔を見てもらうために各自挨拶するんで、すいません。おはようございます。今年も先頭走ります小田井です。よろしくお願いします。おはようございます。菅谷です。よろしくお願いします。おはようございます。石山です。よろしくお願いします。竹松です。本日よろしくお願いします。連着飛びの本館です。よろしくお願いします。同じく連着飛び佐々木です。よろしくお願いします。一宮を担当する三鷹むつみの半沢です。よろしくお願いします。二宮を担当します三鷹より村中です。よろしくお願いします。このメンバーで、今年、進めていきたいと思います。一つよろしくお願いします。ですいません、注意事項なんですけども、お昼に食事する場所があるんですけども、一切中は全部禁煙なんで、タバコする場所は指定する場所だけで、タバコを吸ってください。中は、一切禁煙ということで一つよろしくお願いします。天気もちょっと心配になってきたんですけども、素晴らしい投票したいと思います。一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。他にはございませんね。それでは次に敗退をお願いしたいと思います。野村責任役員よろしくお願いします。それではお手元に小さなビールが届いていると思いますので準備をお願いします。皆さんいただいてください。本日は早朝より、宮出しの準備ご苦労様でございました。心は晴れてますけど、空はどん然ですけどね、心は晴れてますので今日一日頑張って10校無事に宮城まで頑張っていきましょう。それでは